切り替えるきっかけが欲しいですね。そうですね。なあ。前の対決から相当燃えてましたから。いつやります？いつやります？あ、痛いの入った。結構上の対処はできてるんですけど、その分下の技に引っかかってる感じがして、マモさんが意識相当上に対決感じ。それでゲージ回収されてっていう感じがなんか見えますね、見てると。いやこれはきつそうですね。たまりかけ。どうすんのかな。開幕中絶。もう一試合勝負これ。完全に多分4割ぐらい取って、うん、あ半分ぐらい行きましたね。あこれ剣の画面端。これ生かしたいな。ギリギリ。裏回って逃げる。マオマさんよくガードしたけど。こいつらの大ジャンプは強いっすね。いやただこれね、剣も多分ね、剣相手にはね、家片つまきあるから怖いと思うんですよ。怖いですよね。僕もなんか仕事クラブは痛いっすよ、ね。いやちょっと、俺そんな悪いことしたっけな。これさっきからやってたのやっと出ましたね。そうですね、コアポクラブ、コパコア陣内ですか。ちゃんと投げ目的に暴れて。前方は無理だけど、最初のコパンが、あ、これは、あ、ちょっと早かったか。今行ったかと思った。いやー、一番後ろ、揺れ見てる入ってたな、ソウル剣。揺れの反応が素晴らしい。この投げに対してコパコア陣内が出だすと、ちょっとまたあそこの展開変わるかなっていう。揺れさんがいろいろ変えてくる可能性は。マコさん、多分一発目のコパン、サガグラにしてんのかな。あ、サガグラ壊しみたいな。サガグラコパン壊しみたいな。前方だったらダメですけど、前方も結局、コパンは投げ無敵で出るから、ゲーム的なフレームに出るから割れるんで、ワンガードコパコアみたいな。いや、でもガード入れたいんじゃないですかね。そっか、サコパコア投げ読みだと思うんですよね、たぶん。いや怖いですね。あ、今度柔道がね。あ、1点入った、これ1枚痛い。また移動出なくて、うわぁ、立ち確認。あ、これきつい。ああ、セッツさんでしたね。今のしんどいな、あれ。飛んだしちゃいけないんだな、あそこ。